あった。スタッツのついた革ジャンに黒いパンツ、スニーカーというラフないでたちに黒縁眼鏡、さっそうとした足取りと晴れやかな表情は2019年の活躍を象徴しているようだった。別写真、美しすぎる。キムタクドラマの打ち上げに参加した鈴木京香の美貌私服姿12月28日夜に都内の高級ホテルでも用されたドラマ、グランメゾン東京。 tbsk の打ち上げで、木村は意気揚々だったという、打ち上げにはドラマの主題歌を担当した山下達郎さん、66歳がスペシャルゲストで登場。山下さんがこういう場に姿を見せるのをさらに歌まで披露し、会場は大盛り上がりでした。主演の木村さんは盛り上げ役に徹し、ほぼ全キャストが参加した二次会で、 最後のスタッフが帰るまで会場に残っていました。一時会が始まった午後6時から朝4時までの10時間、座長としての気配りを欠かさないのは、さすがの一言です。ドラマ制作スタッフ翌29日に放送された、グランメゾンの最終回視聴率は16.4%。全11話で一度もに桁を割ることなく優秀の美を飾った。実は、その好調の陰には、 最近、急増している、10代のキムタクファンの存在があるという。木村さんは、若者層の間で、かっこいいおじさんとして人気が広がっている。木村さん見たさに、グランメゾンを視聴していた10代の子も少なく、グランメゾンを見始めてから、親に、ロングバケーション、1996年や、ラブジェネレーション、1997年などの、木村さんが、 かつて主演していた往年のドラマを推し、こんなにかっこよかったの。と驚いて、ますますファンになる子も多いそうですよ。テレビ社編集者2019年の木村は、グランメゾンだけ。初めて刑事役に挑んだ映画、マスカレードホテルが、公開からわずか7日間で、動員数百万人を突破するスマッシュヒットを記録するなど、絶好調。 今年も1、5日放送のフジテレビ開局60周年企画の2夜連続スペシャルドラマ、協情で主演を務め、1月8日にはソロアルバム Go is the flow をリリースと、快調な滑り出しを、協情では初めて見せた白髪姿も話題になりました。そのおじさんな外見も逆にかっこいいと、ますます幅広いファンを獲得していきそうです。 芸能関係者年男のキムタクの人気は世代を超えて、受け継がれていく。女性セブン2020年1月16.23日号。